マツコデラックスを崇める夏祭り。ああ、まあ見ようによっちゃね、うん、なんかのご神体な感じはまあまあ。まあそうですね。ありがたさみたいなのがあるかもしれない。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？参加者全員が長い木の棒の先に金玉がついたものをシャンシャンと。金玉の音。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？マツコデラックスの先祖を呼ぶために鏡餅に割り箸刺さったやつを似てるけど、お盆のやつ。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？マツコデラックスの像があって、でその大きい左右の胸の下でバラの花を挟んでいる。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？ナンシー関を崇めた次の日にやる。流れる。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？アサシンの格好した3つマングローブが全力で台無しにしようとしてる。やっぱちょっとイラッとくるのがね。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？最初にマツコデラックスが出てきて、みんな、ああ、マツコ様みたいになってて、で、マツコが、じゃあ私行ってくるわよっつって、橋の上からバーンってバンジージャンプして、紐ついてないんですよ。そのまま下にズドーンって土の中に埋まってって、それをみんなで土葬するって。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？うまく崇められると、雲の隙間から神なのに仏のメイクしてるややこしいのが出てくる。どっちの？あの世界線なんですね。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？最初この一年マツコがしょうもないって言った映像をダイジェストで流して、みんなでそれを見ながらしょうもないって思うことで、こう一年の最悪を総集編だ。マツコデラックスを崇める夏祭り、どんなの？毎年マツコの怒りを鎮めるために村の少女が滝壺に飛び込んで命を捧げるんですけど、その幼馴染を奪われた若者が、その祭りの当日マツコがステージにいる時に、お前がいるかなって言ってナイフを持って飛び込んでいって、村にの人たちに取り押さえられて、マツコが何なのよもう。そんな感じなんだ。ボワーって来ないんだ。